ちの田舎、四国の香川県ってとこだけど、そこにも一軒ジャズクラブがあって、演奏が始まって叩いてんのに、こらドラムうるさい、他のソロが聞こえんじゃろって言って、もう本番の途中に怒鳴るわけ。それでもうああって叩けなくなって、でそしたらそのマスターが私のところ来て、首根っこつかんで、なんじゃこのざまは。で客一人一人のところにこう連れて行って、おいこいつのドラムはうまかったか、よかったか、正直に言え。お客さんも言えませんよね。言え、そんなとか言いながら、一人一人、あ、よかったかよ、言え。もうまたその時にもう終わったら泣いてね、涙が出てきて、